令和2年のですね、鳥山の類題を作ってみました。えー、図のように各周波数オメガがですね、2キロラジアンパーセコンドですね。電圧は100ボルトの交流電源に抵抗が4オームとインダクタンス L ですね。これが1.5ミリヘンリーが接続されていると、回路に流れる電流 Y はですね、いくらになりますかと。 いうまあ、あのスタンダードのね、えー、交流の問題でありますはいあの細かくね、えー、式を分けて、えー、書いてみました、えー、まずですねあこのお誘導性のリアクタンスですね XL はですねオメガ L になりますんで、えー、オメガは2キロおラジアンですから 2×10 の3乗になりますね はい、それから L はですね1.5ミリヘンリーですから 1.5×10 のマイナス3乗とこうなりまして2と 1.5×3 か,から10の3乗と10のマイナス3乗をかけますとこれ1になりますんでね10の0乗になりますんで1になりますんでこれは3オームということになります。従いまして電源から見たインピーダンスですねこれは R 乗プラス XL の事情ですな。 それをルートで開くとこうなりますんで4の事乗プラス3の事乗をですねルートで開くと5オームということになります。従いまして電流は100ボルトの電圧をですねインピーダンスの z オームでね割ったもんでありますんで5分の100で20アンペアとこういうことになりました。